はいみな、えー、さんこんにちはレック専任講師の横溝です本日はですね学習効果を120%高める方法を教えますそういうタイトルで約30分間ほどですねお話をさせていただきます最後までお付き合いくださいどうぞよろしくお願いしますはいえっ、ー、と今回のこのガイダンスはですねもちろん 行政書士試験2021年度向けということで2021年11月7日に行われる予定である行政書士試験ですねこちらを目指して頑張っていくというような方実際レックを利用してどういう形で勉強していったらいいんだろうか、まあ、今までの学習効果ですねというものをどのようにこうね 経験として高めていったらいいんだろうかというようなまあそんな話をしていくということなんですね。まあ2021年度試験でのリベンジを狙うようなそんな。 方ををですすね対象ににお話をしていいくととうことになりますあの初めて受ける方向けのガイダンスというのももちろんいくつかありますので、まあ、それはそれでまた別のね初めての行政書士とかそういったタイトルのガイダンスを見ていただくといいのかなと思いますが、まあ、今回は2020年度試験受けてですねちょっと残念な結果に終わってしまったというような方向けに 2021年度試験でのリベンジですねこれをまず心に誓ったのであればそこからどういうふうに今までの経験を生かしながら効果を高めながら勉強していったらいいんだろうそんなイメージなんですね、まああの。初めて受ける方も聞いていただくとああそういうような生かし方があるのかなっていうのは参考になる部分はあるかとは思いますけどメインのターゲットは受験経験者であると。 いうことをあらかじめお断りしておきます。でですね、まあ学習効果を120%高めるということなんですがうん、2020年度試験に向けての勉強をね、えー、皆さんの中でどのように総括されたかなということですね。まずはそこなんですよ。やはり前年の試験のところがどうだったのか。ね、見ているタイミングによってはあ完全に結果が出ていて。 まあ要は合格発表後というようなタイミングでご覧になっている方もいらっしゃれば、まあ、本試験は終わったけれどまだ結果発表はまだだというタイミングで、まあ、自己採点のみでね、えー、でもちょっと厳しそうだなというのでうん、まあ、リベンジをと考えている方もいらっしゃるかとは思うんですね。まあ、どういう形であれリベンジをするとまずそこを決めるまでのプロセスっていうのはとても大事だったりはします。 まあこういう話は別の機会にいろいろとすることがあるかなとは思いますけれど一一番番良良くくなないいいののはこう惰性でで受けるうがんすねやはり何としても合格したいんだとなぜ自分にとってこの行政書士試験に合格することが必要なのかということをしっかり考えてその上でまたもう一度勉強するんだという固い決意を持って ていただいて、リスタートしないといけない。まあ、これはもう。リベンジをするための、まずですね。スタートラインに立つための条件と。いうふうに言っていいかと思いますね。そこが曖昧なまま、なんとなくね。毎年受けているから、今年も受けようかなみたいな感じで。受けてしまうと、やはり。うんと、なんだかんだ、あ、だら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 勉強してしまってですね。結果的にも。 まあ、そこそこ勉強経験があれば点数が170点台とかそういうところまでいくかもしれないけれどそこからの伸びが得られずに結果的にまた不合格に終わるなんていうね、えー、ちょっと、ね、考えただけでもうわーってなりそうな状況に陥っていくっていうことは、まあ、ありがちな話ではあるんですね。だからそうならないようにするためにはやはり目標目的意識というものをしっかり持って勉強していくこと。 まあ、学習効果を高めるという意味でもうん目的意識、なぜ行政書士試験を受けたいのかなぜあなたにとって行政書士試験が必要なのかそこに合格することが必要なのかその試験を受かった後の先ですね、えー、先、何をどうしたいのかそのあたりを一度きちんと考えるとっても大事なことだとそしてリベンジをするぞと決めたのであればリスタートは早いほど良いんですね。 まあ多くのリベンジ成功者は、まあ少なくとも合格発表の直後にはもう動き出しています。半分ぐらいの人は発表前からもうダメだなっていうことで動いているというような状況だったりはするんです。やっぱそういう人がリベンジに成功していく。だから取った点数ではなく、いかにリスタートが早いかというところは大事なんですよ。一番こうねよろしくない状態というのは。 例えば2020年度の試験が178点とかで落ちてしまったとね2020年度で178点取れたんだからいやもう2021年度は188点とかいけんじゃねえのみたいなことを勝手に考えてですね全然勉強を再開しない。ねいやうんなんかねそろそろやった方がいいような気もするけどいやいやでも2020年度178点取れたんだからさいやまだいいんじゃないのみたいなね。 178点取れた自分がこんな早くリスタートするということ自体はいやそれはね意味がないよねみたいなことを考えている人って実は結構多いんですよ実は結構多いのあの170点台後半ぐらいの点数の方っていうのもそんな珍しくないんですよ あの実は結構多いんです。結構多いです。で、えー、多くのまあボリュームゾーンっていうんですかね、そこは170点台半ばから180点台半ばぐらいなんですよ。ただ合格者の平均点ってことになると、もう190点台で大体あの行政書士試験研究センターが毎年発表してますけど、196とかね、そそのぐらいで受かっている方が合格者の平均点です。ただ平均点とボリュームゾーンってやっぱずれるので。 なおかつそれが合格者の平均点と全受験生のボリュームゾーンもだいぶずれるはずですなので全受験生のボリュームゾーンということでまあ最もよくお会いする方々っていうのが170点台半ばから180点台半ばぐらいなのよだそこはもう明暗がはっきり分かれるゾーンではあるんだけれど逆に言えば170点台後半ぐらいの点数っていうのはそんなに珍しくはないし ここういうことを言ういとと、ね、言怒っちゃうかもしれないけどそんなにすすごいい点数じゃななんですなおかつちょっと意識しとかなければいけないのはそれは2020年度試験に向けて2020年11月8日に行われた本試験に向けてですね一生懸命頑張ってきた結果としてピークを迎えているのがそこだっていうそういう話です。 三ヶ月ずっと勉強してなければ、そのピークを迎えてた学力はあっという間に落ちます。落ちるときは早いです。行政書士試験は二千二十年度試験を受けてみて分かったと思いますが、なんだかんだ言いながら覚えてるか覚えてないかで結構勝負が決まるものがほとんどです。行政法なんかそうですよね。ってことを考えると、その人間の記憶なんてちょっとメンテナンスしてなければあっという間に落ちます。 まあもちろん一気に頑張ればぐっと上がるかもしれないけれどそこはね上げるのは大変なんですねダイエットと一緒太っちゃうのは簡単だけど痩せるのは大変なのよだから忘れるのは簡単だけどもう一度それをきちっと覚え直すというのはすごい大変なんですよしかも一回覚えた経験があるといや覚えてるんだから大丈夫だろうみたいな変なバイアスがかかるので結果的に 1>, 1回目に勉強する時よりも学習効果が下がっちゃうっていうようなそういったうんなんて言うんでしょうねだからそのあたりを考えると学習効果を120%高めるというのはまずやはり第一で考えなきゃいけないのは前年の点数忘れなさいそこですもう前の年の年点数は忘れなさい。 ね、過去の話にいつまでも囚われているのではなくて今度どうするか2021年の11月7日の試験どうするのってそっちに意識を全部集中させるこれが大事です過去の話にいつまでも囚われていたら進歩はしない場合によっては退化しますね、俺の若い頃はすごかったんだぜとか言っているおじさんはだいたいどんどん退化してますから ね、新橋あたりでそんなこと言ってるおじさんは大体退化してるんですよ。そういうことを考えるといや過去どうだったかじゃないこれからどうするんだこれからどうなりたいんだねそこがちゃんと意識づけとして作られてなかったらどこでどういう勉強しようが何やろうが120%の効果を高めるということは難しくなる。 っていう話ですよね100%だったら前年と一緒だからね120%取らなかったら合格点を超えないんだからだから120%高める方法がって言ってんだから、まあ、そのためのまず出発点としてはやはり前年のこことは忘れろっていうそこです前年のことは忘れてゼロからもう一度スタートし直すんだその気持ちが大事。 その気持ちがあれば基本的にどういう勉強しようがリベンジはできますって言っちゃうとあのレックのガイダンスにならなくなっちゃうからだから一応レックではそのおです、ね、気持ちを決めてくれた人に対してどんな講座を提供していくのかってことは、まあ、これからお話しするけれどまずやはりそこの意識づけって大事です。 ね、初めて勉強する時はこんな意識づけはいらないのよもっと無邪気にスタートしていいんですよ無邪気にスタートして勉強楽しいでそのままパーンと突き抜けていけるっていうことであればいいんだけれどやはりリベンジ組ははそうじゃないいんでですすよかかってくるプレッシャーは前年の5倍ぐらいですだから今回2020年度初めてだったらそこの2020年度初めて受けたときに感じたプレッシャーの5倍のプレッシャーが2021年の11月7日の試験の時にダーンってくる。 と思ってていくださいそれをわーって跳ねのけてそれで合格できるかどうかねだダーンってきたのもわーって跳ねのけるっていうそこですそのための気持ちの作り方っていうのがまずできてなかったら話にならないんだよっていうそこはしっかり今心入れ替えてくださいねそこの心を入れ替えていただいた上で はいえー、とレックのです、ね、講座どんなものがあるのかなっていうのをちょっと、ね、お見せしたいと思いますが、まあ、パンフレット時期によって表紙の色違うのかな今、私の手元にはこの何色っていうんですかねこしあんみたいな色の表紙のパンフレットがあります。まあ、あの総合パンフレットコシアンと 読んどきますけど、えー、このコシアンパンフレットを持っている方はそちら、まあ、時期によってもしかしたら色違うかもしれないこれはいろいろ改訂が入るので、えー、色違うかもしれませんがうんと、まあ、初めて勉強する方だったらレックの場合はねパーフェクトコースと言われるようなものが最もおすすめというか、まあ、それ一択というような感じでいつもお話はしてますがリベンジ組の方の場合ですね あの例えばレックですでに、えー、パーフェクトコースなど合格講座受けてらっしゃってでそれで今回リベンジするんだというような状況にある方もしくはそれに相当する他の予備校さん他のスクールさんのねその同じようないわゆる期間講座といわれるですね、えー、初めて勉強する方が受けるタイプの講座あこれをお受けてきてで今回リベンジしたいと。 いうふうに考えている方と、それからそうではなくて、やや独学だったとか。あ、もしくはうんんまあ、予備校は利用したけれど、そういう期間講座は利用してなくて、どちらかというと単発の講座などをパラパラっと受けてみただけだとかあ、そういったようなタイプの方ですね。まそこで大きく2つに分かれると思います。で、合わせてやっぱ取った特典のところもあるんですね。取った特典としてうん。そうですね。えっ、ー、と。 法令科目188点分ありますが法令科目のところの択一ですね法令科目の択一のところのです、ねえー、点数に関して、まあ、そこをどのくらいやはり点が取れていたんだろうかというような話ですね、えー、法令科目だけで、まあ、記述はちょっと除きます。まあ、法令科目全体で24で244点しょ そこか,か184点だねじゃない点という点数の中で択一足し選択それで何点取れてるかっていうところをちょっと見ていただくといいかなとは思います。でですねあのまあまあ,あそこがある程度点数が取れているということであるならば、まあ、184点で、えーまあ、なんだかんだ言いながらあ120点以上ぐらい取れてると。 いうことであるならばあこれは、うん、一つ皆さんにお勧めしたい講座というのはですね、えー、こちらになりますね、えー、とこのコシアンパンフレットをお持ちの方はあそこの28ページのところに上がってくるものということではあるんですが、えー、とこちら横溝プレミアム合格塾9期生と言われるものですね。もう9年もうやってるんですよ 吸気性と言われるものこちらがやはりおすすめということになりますかね。<laughs> もう一つ言えるのはあの前年の点前年の点数がどうであれどういう形で勉強していた方であれですねある程度学習に時間が取れるという方であればもうこれはもうプレミアム合格塾を強くおすすめします。あのプレミアム合格塾特にプラスと 言われるものですねこちらプレミアム合格塾プラスと言われるところなんですけれど、まあ、こちらに関しては、まあ、全128回とね、えー、非常に回数の多いものではあるんですけれどもあの実際中を見ますとですね、えー、先取り合格講座というような形で、えー、まずはあの憲法に関してしっかりとお初学者と同じ 講座でまず学んでいただく機会が与えられるということなんですね。まあ、基本的には通信なんでこれは、うん、特に発表前から勉強を再開しようと思ってた方などはプラスを受けていただけるのが一番良いのかなとは思いますけれどももしくは発表後であってもですね時間がある程度取れそうな方であればということになるのかな。そしてプレミアム合格塾本体ってことになりますとこちら。 あのプレミアム合格塾の1つの特色というのはですね一点ありますのは知識力強化講座といわれるものこれはまあ通信のみなんですが行政法12回民法15回というようなインプット講座がきっちりついてくるということなんですね。 あのプレミアム合格塾プラスだと行政法が入ってきて、えー、プレミアム合格塾だけだと民法のみになってしまいますが、まあ、少なくともインプットをこういう主要科目についてきちんとやるやはりあの中上級というような言い方をすることもありますけど受験経験者向けの講座というのでうんまあね世間によくあるのはやはりアウトプット中心の講座が多いんですね。でもアウトトトププッッ中心だととインプットのところが実は 結構スカスカだったりする人がアウトプットだけをやると結局そのスカスカなところはそのままになってしまうっていう状況がまあ見受けられるだから受験経験者こそインプットなんですよ受験経験経者こそインプットをしっかりやってその上で演習っていう形を取らないと実はその演習のところの学習効果を高めることができないだインプットをしっかりやる、ね、そこすごい大事です。 学習効果120%高めたいというのであればやはりまずどんな建物もそうだけど基礎工事からきちんと入らないといけないその基礎工事をしっかりするというのが言ってみたらこの知識力強化講座と言われるものなんだと思ってください。そして もちろん中身としてはねこちらあプレミアム合格塾の解答力強化講座と言われるものまあ、こちらがやはり中心ということではありますよね、えー、各科目についてですね、えー、こちらは問題演習をやっていく講座ということですまあ,あの授業中に問題解きながら解説してっていうのを同時にやっていくようなイメージだったりはしますうんまあねあの元々はここは割と 直接ですね皆さん参加者に聞いて答えてもらったりっていうような側面を強く打ち出してた講座なんですが何しろコロナウイルス問題もありますしそれが2021年のこれ2月以降の講座になりますけれどその時にね収束しているのかどうかというのはまあクエスチョンマークが あ1000個ぐらいつくような状況だったりはしますので、まあ、教室の中ではなかなか当てて答えていただくというのは難しくなるかもしれません、まああの黙って考えてもらって心の中で答えてもらうって感じになるのかなあのアウトプットをです、ね、合わせて、えー、振り返り編というのを定期的に入れることで、えー、各科目のです、ねえー、そこまで学んだことの復習をするような会も導入しているということこれ8期生から、ね、そういったものを入れております。 この知識力強化と回答力強化これをリンクさせるそして回答力強化講座大体いい民法行政法であれば150問ぐらいの問題を入れた問題集を使ってきますのでそういった問題を繰り返しその後も解き直していただくことで,、えーとですね、知識の穴をどんどん埋めていく問題を解く力をどんどん高めていくと。 いうことが可能になりますそして何といっても過去問ですねあの本試験問題やはりえ行政法を中心にしっかりとこれは検証していかなきゃいけないだからこの過去問徹底解析講座というのはアウトプットの講座ではないのよ。これはあくまでもアウトプットの講座ではなくてですねアウトプットの講座ではなく インプットの講座であるというような話ですね。なんでこうピントがやたらずれるんですかね。この機械はあ駄目だね。あ、綺麗に映ったか、うん、はい。えっと過去問徹底解説講座ね。これ全20回です。まあ,あのプレミアム合格塾の名物講座の一つということになるのかな？ あの土台を固めるっていう意味ではインプットを知識力強化講座でインプットをしっかり固めていただいたと同時に過去問問ででそれれれががどう問われてていいるかをきちっと把握していくこれが大事ですやはり点数が伸びない人はそこが曖昧そこができてないできてるつもりでもできてないだからそれをゼロから改めてやり直すってことを県民行についてやっといていただくとても重要だということになりますね。 それから、あとは単発の講座です。まあ、文章理解の特訓講座であるとか、それから、商法会社法一般知識は、講義編といわれるインプットものも一般知識と商法会社法ともにあります。で、それを踏まえた、演習編という講座も入っております。ですので、まあ、ここも知識力強化講座、回答力強化講座と同じような関係性にあると思っていただくといいでしょう。さらにはは民法は まあ改正もありますしね2020年度の試験もそうですが2021年度いよいよ改正を本格的に出してくるということになるでしょうだから民法の60問解きまくり卓一に関する講座合わせて記述は民法行政法合わせて60問解きまくり講座さらには最後にもう1回過去問で憲法と行政法だけ一問一答形式でも最終チェックをするという過去問ラストチェック講座。 こういったものが入ってきます。もちろん公開模試はレックは全3回ありますがああすべてパックの中に含まれているということなんですね。だからものすごいボリュームを誇る講座であるのは言うまでもありません。こういった講座をですね受けていただくことで、まあこの講座をきちっと消化していく。 意外と実は通信での受講生多いんですけれども通信の場合は、まあ、プレミアム合格塾プラスよりはプレミアム合格塾の105回の方をね受けている方が多いかとは思いますが、まあ、いずれにしてもそれだけの回数をきちっと計画的にこなしていかなければいけない、まあ、通学のスケジュールなどを参考に上手に、えー こなしししててていいいいけるよううにほ、ね、ててなということではありますね、まあ、基本通信の場合はウェブ講座になりますので配信などは生講義とほとんど変わらないタイミングでどん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 配信されていきますのでそれを教室で受講しているかのようにどん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 受けていくってことができるとやはりいいのかなってそんなイメージだったりはします。併せてですねね、まあ、今回はそう、ね プレミアム合格塾を受けている方通信通学問わずにですねえズーームゼゼミミややりりたたいいななととこれはもうコースの中に入れてて思ってます、まあ、パンフレットにはまだ実施予定としか書いてないけれど、まあ、実際ズームだと500人ぐらいまではね1回のゼミで入れますので,であの問題を解いていただいてその正答率なんかがバーッと出るという機能もありますから。 ズームが使える方は限定になっちゃうけれどズームを使ったですね、えー、ゼミというので、まあ、逆にはそこでうんと授業を受けながら考えてもらって答えてもらってっていうようなものを体感していただけたらいいのかなと思ってますね。ですからまあいろんな形で新しい生活様式に合わせて感染対策なども意識しながらですね 直接こうやり取りができるというようなメリットが Zoom にはあるわけでそれも生かしながらあー講義を進めていけるようになってたらいいかなということです、まあ、あの9期生毎年毎年いろいろ新しい、ね、試みを入れて、えー、これで9年目今まで8年間多くの合格者の方を出してきていますのでその講座をしっかりと最初に言った目的意識を新たにして受けていただく。 これが何といっても120%効果を高めていくってことの一つの方法論なんだろうなと思っています。まあもちろんあのプレミアム合格塾ではちょっと辛いなという方もいらっしゃるかもしれません。インプットが極めて不安だというのであれば合格講座ですね。合格講座を受けておいてえそして実はこちらのですね例えば過去問徹底解析講座であるとか。 それから民法60問解きまくり卓越60問解きまくり記述60問解きまくり過去問ラストチェックそれから商法会社法や一般知識の演習編といわれるようなものはすべてあのバラ売りされます今後バラ売りされてきますだからあのそういったものをうまく合わせながら受けていくというのも、まあ、それはそれであり。 ですこのあたりはちょっとぜひですね渋谷駅前本校など本校に聞いていただくといいんじゃないかなとは思いますがそういった受け方もできます。ある程度時間が取れるということであるならばただねある程度時間が取れるんであれば前年の点数はあんま関係ないです。 え前年例えばプレミアム合格塾受けてた方で前の年は100点ぐらいしか取れてなかったっていう方があこの講座を受けていただいてその次の年200点オーバーで受かってた方たくさんいらっしゃいますだからそういうことを考えると176点だからいいわけじゃない178点だからいいわけじゃない逆に言えば100点ぐらいしか取れてないからダメなわけじゃないんです。人間は進歩すする生き物ででからやり方方法論で いくらでも成長できます行政書士試験はセンスとか地頭とか関係ない当たり前のことを当たり前に徹底してやることが唯一の合格の道ですそれで多くの人が受かってきていますそれを徹底させる講座横溝プレミアム合格塾9期生を受けていただくことで学習効果をね、120%いや200%高めていただいて 合格を2021年度の試験で実現できたらいいなということなんですね。はいえー、ということで大体、えー、いい時間がまいりましたあ今回は受験経験者の方をおです、ね、中心に対象にしてです、ね、学習効果120%を高める方法を教えますそんなタイトルで、えー、具体的には「横溝プレミアム合格塾休期制」の内容の簡単な説明と。 いうことをさせていただきましたえ、またぜひいろんなところでお会いできるかなそんな機会があればいいなと思っておりますまあ、レックを上手に利用していただいて2021年度の合格をですね果たしていってほしいそういうふうに願っておりますはい、本日は以上となりますね最後までご覧いただきましてありがとうございました頑張っていきましょう